ガングリオン結成2周年を記念して作ってくださったコラボ時計で、前回のニコ生でもこれお披露目したんですけど、あのあれなんですよ、これ
物販で置いてほしいっていう声がすごい多くてですね、そうそう、なんとレッドモンキーさんがこう商品化してくれたんですよ。でそれで、6月23日から受注販売開始です、詳しくはうちのホームページを見てもらえたらなと思います。かっこいいだろう。そうなんです、これ裏にサインあるんだよ、そう掘ってあんの。何時から何時までいるの？お昼ぐらいだよね。お昼過ぎっすね。そうねとか。で、あれ、6月24日の石橋楽器のブース、東京ギターショーっていうところで、石橋楽器のブースさんで、ちょっとこの時計展示されるので、で、それを、で、うちのバンド、ちょっとそこに24日お昼ぐらいに行くので、はい、ぜひ来てくださいね。はい。じゃあ、そういう子はライブ、ライブ、ライブ。すぐさ、あのですね、予約したら帰る。予約したら帰る。完全にあなたのために作りましたって感じになります。そうです。そうなんですね。はい。ライブに来て見せてくれたら、何かしようかな。うん、おっと、あー、いい。うん。はい。はい、とか。はい。はい、どうもでーす。では、お知らせいきましょうか。早いな。早いですね。ちょっと私のひげをこうつけた。終わりになっちゃう。ありがとう。ありがとう。本当、はい。お知らせ。大丈夫。はい。はい。見せますね。お願いします。はい。6月30日次回ライブ、両国サンライズにて決まっております。はい。そして7月7日、次サンダースネーク。はい。And? And? 8月12日新宿ルイドケフォーにてガングリオンプレゼンツセンターオブザトゥルースボリューム3、この日は、豪華なバンドさんと一緒に長いステージをやりたいと思います。イエイイエイセイ前回もね、2月の主催ライブももう満員御礼だったので、あの8月のもう最高な景色を、みんなで作ってバーバーバー、はい、イエイ、ぜひぜひ遊びに来てください。みんなで楽しもうってことなんですよね。そういうことなんです。そうですね、そういうことなんです。はい、イエーイ。8月にね、いろいろたくさんお知らせできることはいっぱいあると思うので。そうですね、うん、8月、うんうん、はい、目白押し、目白でございます。ぜひぜひ遊びに来てください。まだね、秘密まだね、秘密が多くて、もう本当に一撃さんはね、相当かっこいいんで、ギターショーにも出られるそうなんで。そう、はいはい、そう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 、うん、ああ、だからね、嬉しい。はい、そう、秘密だ、秘密だけどね。ね、プライヤー見せてあげたら。そうしようかね。普段はちゃんとこうやってやってるよ。普段はね、こんな感じやってるんですわ。やってますよ。はい、お兄ちゃん隠しちゃえ。えい。こっちにね、ちゃんとしたやつ。ここちゃんとしたお兄ちゃん。ちゃんと。あと5分。あ、どうもありがとう。うん。ちゃんとやってるよ。そう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 。次いつやろっかな。何を？放送。ああ、何を言うそうなんですよね。そうです。まあ、そこなんですよ。そこなんですよ。じゃあ、ちょっとビビ持ってきてね。逃げつけて、私取り残されます。お知らせにね。うん。そうですね。いやー、あと、そうですね。10月にも、またギャルメットさんという、先輩バンドさん。はい。大阪の先輩バンドばっかりですね。うん。で、本当ね、なんかまだまだでございます。恐縮なんですけど、うちら出させていただけることになりましたので、そちらもチケット物販でも置いてますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。ということで、はい、今日ゆいさん独占でも放送する。あ、今後、あ、今後か。今後ゆいさんします。リクエストが多かったらね。うん。うん、不定期だけど。自分の部屋でやろうかなと思って。やめた方が片付けてる。片付けてる。片付けてる。はい。ということで、あと何分だ？もうすぐ終わり？あっという間だね。あっという間だ。うわーい。あ、もういいんじゃない？じゃあ、みんな。あ、じゃあ、最後 PV 流すわ。みんなで。ちゃんとやってる姿をご覧ください。ちょっと途中で切れちゃうかもしんないけど。